馬娘でもモチーフとなった元競走馬ナイスネーチャ死去。享年35歳。5月30日に掲載された引退馬協会のお知らせによると、ナイスネーチャは体調を崩してから放牧地や馬房で一度も寝ておらず、今朝11時30分頃に渡辺牧場の放牧地で自ら横たわり、そのまま立てなくなったという。心拍数も上がり腸の動きも鈍化しており、体力的にも限界だったため、獣医師と相談の上、鎮静剤と麻酔剤を投与し苦しまないよう配慮の上、12時40分に安らかに旅立たせたとしている。享年35歳。ナイスネーチャについては、育成シミュレーション、ウマ娘プリティダービーでモチーフとなるなど、ゲームファンにとっても馴染みのある競走馬、ウマ娘。公式ツイッターはナイスネーチャの訃報に触れ、哀悼の意を示している。訃報を受け、ウマ娘、プリティダービーでナイスネーチャ役を務めた声優の前田香織さんがツイッターを更新し、言葉がまとまらず、今はただ寂しい気持ちでいっぱいです。穏やかな表情や存在にいつも勇気をもらって、言葉では言い表せないほど私も大切に思っていました。長い間本当にお疲れ様でした。ずっと大好きです。ナイスネーチャのご冥福を心よりお祈り申し上げます。